十円効果とは、日本国政府が発行する、額面十円の効果である。通称十円玉。1951年から製造され、1953年から1958年に、かけて発行されたギザウの十円製銅貨および1959年以降継続して、製造を発行されている、ギザなしの十円銅動化の2種類が存在する。使用の際については、 工術の歴史参照。二種類とも法定通貨として有効である。表面には京都府宇治市にある世界文化遺産の平等院法王道が描かれており、上下に配された日本国と十円の文字の周囲には唐草模様があしらわれている。裏面には十と製造年、時は秋がデザインされている。この効果の平等院法王堂は細密にデザインされているが、 これは発行開始当初は高額効果であったため、偽造防止の意味も含めて決められたものである。造幣局では便宜上、平等院法王堂が書かれている面を、表、年号の記された面を、裏としているが、明治時代の効果と異なり、法律上、十円効果に、表裏の規定はない。日本の一般的な自動販売機で、使用可能な最小額面の効果である。 携帯電話の普及以前は、公衆電話でも広く使用されていた。また自動販売機などでよく使われるためか、近年でも500円硬貨、100円硬貨と並び、安定してまとまった量が製造され続けている効果の一つであるが、1円硬貨と同様、政府による貨幣発行液が赤字になる効果の一つでもある。使用の変遷は、下記の通り、素材、両目、 直径、図柄は2種類とも同じである。10円制度かギザ10。1952年。1950年3月2日法律第3号の臨時通貨法改正により、10円が追加され、1951年12月7日、政令第372号、10円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令の一部を、 改正する政令により臨時補助貨幣として1953年1月5日に発行された。1951年から1958年にかけて製造された10円硬貨の円にはギザがあり、俗にギザ10と呼ばれる。図柄は1959年以降製造のものと同様である。発行は1952年に開始され、市中に出回ったのは翌年だが、 製造は1951年から行われており、年名の刻印も昭和26年からある。1988年4月施行の通貨の単位、及び貨幣の発行等に関する法律により、貨幣とみなされることになり、現在も法定通貨として有効な現行貨幣である。10円制度か1958年までは円にギザがあるものが発行されていたが、 1959年以降に製造されたものは、円のギザがなくなり平滑に変更された。発行日は1959年2月16日。1959年以降のギザなしのものでは、発行初年の昭和34年名と昭和61年名、昭和64年名は、発行数が比較的少ないが、昭和34年名の未使用状態のもの以外は、 プレミアがつくほどではない。2019年は平成から令和への元号の変わり目の年であり、その年の10円硬貨の製造枚数については、平成31年名が1億9759万4000枚、令和元年名が1億3702万6000枚と、令和元年名の方がやや少ないが、令和元年名の10円硬貨は、令和元年名の6種類の通常硬貨の中で、 製造枚数が最も多くなった。10円硬貨は銅と鈴の合金である、精銅製だが、鈴の割合は少なく、純銅に近い。10円硬貨は、ソースやタバスコ、酢、醤油、レモン汁、酸性洗剤等に浸すと、表面の金属酸化物や汚れが溶出したり、脱落したりして、一見未使用効果のような光沢を放つ。 古い10円硬貨をピカピカにすることもできるが、このような処理をすると、硬果の酸化を早めたり、6章を発生させたり、質量を減らしたりする等のことになるため、硬果を劣化させてしまうという欠点がある。収集的価値を重んじる場合、硬果にこれらの処理を施すことは禁忌とされる。また、2006年に日本道センターが行った実験で、10円硬貨に 含まれる銅イオンの殺虫効果が確認された。水たまりに0円効果を入れておくと、防腐らが発生しなくなるというのは、銅イオンの溶質によるものと思われる。なるべく新しい効果を使う方が良いと言われるが、銅イオンの溶質により効果は腐食することになる。旧0円金貨、新10円金貨かきの貨幣はすでに廃沈みであり、現在はいずれも法定通貨としての効力を許さない。 ひに、金90%、銅10%、両目、16.6667g、周囲に、ギザあり。表面には、リューズ、裏面にはキクモン、菊紋、霧紋、日照、菊絵と霧絵、二色のお肌、八両鏡があしらわれている。進化条例に 15g の純金を含むことが、規定され、1871年から、本位金貨として発行された。発行当初は、 直径 29.424mm であったが、1876年発行分からは、直径をわずかに縮小した 29.394mm のものに改版されている。1880年製造終了。1897年以降は、貨幣法により、額面の2倍である20円に通用した。通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律施行。 貨幣法の廃止に伴い1988年3月末で廃止された。火に金90%、銅10%、直径 21.212mm、両目 8.333g、周囲にギザあり。表面には菊門、菊江と霧江、裏面には霧門、日照、八両鏡があしらわれている。貨幣法により、 本位金貨として1897年に発行された。同法に明記された純金の両目二分をもって価格の単位と試しの応援と少数に基づき 7.5g の純金を含むことが規定された。1910年製造終了。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行。貨幣法の廃止に伴い1988年3月末で廃止された。 1950年には俗に10円用銀貨と呼ばれるニッケル合金の洋白製10円硬貨が制定され、翌1951年にかけて10円紙幣に変わるものとして製造された。表面には茶の花と10円の文字、裏面には旧字体による日本国の文字、製造年の表記、中心の穴を取り囲む線模様が配された図柄となっている。 しかし朝鮮戦争により、ニッケル価格が、トンあたり、約410万円まで高騰したため、1951年5月31日には、ニッケル等使用制限規則が制定され、大倉省はニッケルを民主に回すのが望ましいとの、要請を受け、大増防止のため製造数を、ある程度確保するまで造幣局に保管されていた、効果は結局発行されなかった。 この十円用銀貨は不発行であったゆえ法定通貨の資格を得ることはなかった。その後、材質、デザインともに変更されて製造、発行されたのが本貨の十円製銅貨である。デザインについては当時予定されていた五十円銀貨の平等院、法王堂のデザインを流用した。十円用銀貨は現行の五円硬貨や五十円硬貨と同じく中央に 穴が開けられている。発行されることなく、製造が中止された、不発効果のため、資料用として残された分以外はすべて妖怪処分、された。資料用に残されたものは、当時の大蔵省や造幣局の関係者、熱心な収集家など、ごく一部のものしか所有していない。なお、第二次世界大戦後に製造された効果で、様式の漢方国示や製造が行われたものの、 実際に発行されなかった効果は、この10円用銀貨のみである。なお、1872年6月25日から1955年4月1日までは10円紙幣が、並行して発行されていた。独立行政法人造幣局貨幣に関する、データ年名別貨幣製造枚数より10円、効果しか使用できない、公衆電話機が存在しているほか、百円硬貨と十円硬貨の、 両方が使用できる公衆電話機であっても100円効果は釣り線が出ない使用のため通話を始める際は10円効果を使用することが推奨されていた AB 製造は1875年開始であるが明治9年目として製造された ABC 金字金としての価値や個性的価値が額面金額を大きく上回っており 実質的にはそれ以前から市中では流通していなかった。形式的に通用停止後半年間は現行通貨との引き換えが行われたものの、引き換え実績は例前であった。昭和25年3月2日政令、第26号昭和26年12月7日、政令第372号昭和34年1月5日、 政令第一号1872年6月25日から1899年12月31日までは、明治通報、1873年8月20日から1899年12月31日までは、国立銀行紙幣、1883年9月9日から1899年12月31日までは、改造紙幣、 1885年5月9日から1955年4月1日までは日本銀行券として発行。ありがとうございます。